もういいのバイヤーめっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。舘さんめっちゃ笑ってる。皆様に信頼と品物をお届けする。信頼と品物ってなんだよ。今日2回目の舘じゃねえ。2回目のバイヤー嬉しいね、バイヤーって入れるとなんか嬉しいね。ツイッターアカウントアットマークアップバンク宮下さんでございます。白く来たね。はい今日は何でございますか。ですね、カンペ持ってきました。この前生写真セットあったじゃないですか。で、売れると思ってなかったんですよ。皆様のおかげで数時間で全て完売、ありがとうございます。3時間で売れた。本当にありがとうございます。ありがとうございます。おかげさまでスタジオ代とカメラマンさん代が取れました。まだちょっと足りてない。まだ足りてない。足りてないのですが、コンプセットで割引したあの 27% オフのあの部分で。そう、そう。確かに。で。ですね、あのあれについてはちょっと語りたい。どうぞ。好評すぎた。はい。あんな好評だと思ってなかったが、うん。あれでしょ、プロモーション動画のまみれたんだ。そう。これでしょ。あと高いとか言ってほしかったのに高いって言われなかったとか。ただ賛否両論であったことはあったじゃないですか。あったよね、コメント欄とかも。あった。うん。ただすごかった。でももうよかった。圧倒的多数の支持。うん。だって売れたし。びっくりした。で。としてはですね、ギリギリで、もう一つ言いたいことがあって、カンペに販売イベントをやりたかったんですよ、僕。買ってくれた人に。せっかく生写真作ったら販売イベントしたいじゃないですか。はい、やらせてください。ということで、その分だけちょっと販売させていただきたいなということで、梅田と新宿のアップバンクストアで販売分と、どさくさに紛れてプラスアルファだけちょっと販売させてもらって、どさくさに紛れて、それ何セットなの合計で？次の撮影分の利益が欲しいくらい。次のまたやんの？第2弾やるの？こんな好評だもん。言いたいことは、新宿と梅田でイベントをしようと思います。後で発表される、後で皆さん驚いてください、ね、5月4日にマックス村井とマミルトンがグランフロント大阪にやってきて巨大なイベントをやると言います。皆さん「わあ初めて聞いた!」って言ってください。でそこでそのイベントの前に「そのステージ借りていいよ」って言われて、そこにマックス村井とマミルトンがやってきて、1000円以上お買い物をしてくれた人ね、まあ要するに写真セット、ブロマイド買ってほしい、ブロマイド買ってほしい、買ってくれた人に対して「買ってくれてありがとう」感謝の握手です。で、サイン会だけちょっと時間かかるから、写真撮影と握手だけにして、伊沢がもうすぐ発表するスーパープレゼントと、多分2週間後にもう一回伊沢がやってくるスーパープレゼントもおまけでつけようかなと思っていて、それのプレゼントがこの動画見てる人何のこっちゃ何も分からん。5月4日のゴールデンウィークグランフロント大阪で、写真を買えばたくさんいろんなものがもらえていいことがある。以上。正解。っていうイベントをマックス村井さんとマミルトンさんが来てるので、どさくさんに紛れてスタイジでやろうっていうイベントをやります。東京は新宿は決まってないんですか。新宿はまだ決まってない。新宿その次の週にしようかなと思っていて、で前日から50枚ずつくらいパック用意しようかなと思ってるんで、どのくらいだったかな、40かな確か分かんないけど、ちょっとそのくらい作ります。これでもう本当に作れません。売れ残ったらどうするの。半分以上売れ残ったらもう一回イベントする。在庫がゼロになるまで手売りイベント。俺たちは手売りイベントは諦めない。下積み長いですよみたいな。私たちは夢の途中ですみたいな。そうそう、まあいいじゃないですか。そういうのやってみました。わかりました、はい、ということで、イベントの告知と、この動画が公開される頃には EC で在庫がどさくさに紛れて反映されます。はい、バイヤー。めっちゃ嬉しそうな顔してる。はい、じゃあ以上マックス村井の生写真セット、マミルトン入りの追加情報でございました。ありがとうございます。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル登録がお済みではない方は、ぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます、この YouTube チャンネルの動画だったりとか、私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで